e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は日本対 AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。やはりこの前半の立ち上がりですよね、はい、ここで自分たちの流れに持っていけると1試合通したゲームプランも立てやすいですからね。落ち着いていきたいところですよね。なるほど。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。さあ中村俊輔、いいですね。オフサイドですね。さあ今日はジウベルト・シウバが起用されていますよ。いや、彼のプレーは楽しみですよね、はい、まさにチームの柱ですよね。なるほど。彼のプレーのどういったところに注目すべきでしょうか。そうですね、高い戦術眼と的確な判断能力ですよね、うん、攻撃を未然に防いでしまうので相手は苦労するでしょうね。なるほど。シュート、日本はここクリアで難を逃れます。スルーパスを狙う、もっといいボールですよ。高原、いい展開ですね。自分で行く、高原上げる、ジウベルト・シウバからルンメニゲ、大きく前線へ、メッシからセルロート、日本カウンターを仕掛けていきます。裏へのスルーパス、どうする、ここで丁寧にコントロール、クライファートが受ける、さあ左へ預けて、さあここでカウンター、左サイドのドリブル、まあクリアが精一杯ですよね。とこれは日本は前半未だシュートがありません。抜けてくる、メッシー、ジェラードからセルロート、ここはカットします。カウンターですよ。スペースを狙う、これはどうだ、ジェラードスペースを使う、ジェラードへスペースを狙った、ここはつながりません。福森、裏を狙っていきます。これからカウンター早いでしょ。メッシースピードアップしたいですよ。ここは遠藤、さあカウンターを仕掛けます。さあつながるか、富安から高原、いいボールですよ。宇佐美に渡る、自分で行く、クロスを選択、頭、フィニッシュまで持っていきましたがシュートは枠を捉えきれず、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。ミラン、なんとか相手カウンターをしのいだというシーンです。やはり相手はカウンター得意ですからね、不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。さあカウンターだ、スペースに出す、さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。
このマッチアップどうなる。冨安カットに行きます。このファーストハーフ最初のコーナーキックはミラン、あっ、ダメだ、跳ね返される。ここはクリア、落ち着いて対応します。シュート決まった、先制ミラン、日本相手に先制点をもぎ取ります。ヒューベルト・シウバチェック、シュート来た、同点、日本。北澤さん、これ早かったですね。このゴール決まった後っていうのはやっぱりゲーム動きますよね。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、これスルーパスも良かったですし、飛び出しからのシュートも絶妙でしたよね。お互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよね。日本ここで追いつきました。シュート決まった、勝ち越し日本、ゲームをひっくり返します。今のカウンター見事でしたよね。得意な形が出ましたね。そうですね、良い守備から良い攻撃という言葉を表現したようなゴールでしたよね。奪ってからの攻撃もスムーズでしたし、カウンターの狙いが選手に浸透してますよね。大迫、今日2点目です。さあ日本、勝利に向けて1本抜け出しました。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。ジェラード、 AC ミラン、カウンターを仕掛けていきます。遠藤、奪いに行きます。高原から右へ、スペースを使う、宇佐美から高原、ディフェンス、これを読んでいた。メッシ、上がってきますよ。ジェラードに渡る、中村、ここは通しません。さあ繋がるか、さあクライファート。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。失点の後怒涛の攻撃。さあまずは最初の45分を終えました。前半からすごい試合展開になりましたね。いや、試合の流れって恐ろしいですよね。このまま追加点が生まれるのか、また再逆転あるのか、どちらにしろ後半も非常に楽しみですね。日本対 AC ミラン、日本が前半終わって2対1リードで折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。このボール奪いに行きます。大迫、高原へ、おっとオフサイドですね。奪います、中村、ネスタ、スペースへ、流れを止めます。クライファートからメッシー、宇佐美、さあ一気にカウンター、裏のスペースを狙う、大迫へ、大迫来た、とゴールポスト、ジェラード、ブンメニ、いいですよ、ポジション切り替え、ロベルト・カルロスへ、これは高原へ、日本カウンターを仕掛けます。柔らかいパス、シュート追加点、日本、大迫、これで本日3ゴール、さすが結果を出してきます。素早いカウンターからのフィニッシュ、狙い通りといったところでしょうか。チームのストロングポイントが出た見事なカウンターでしたよね。縦に速い攻撃はチームとしての約束事になってるんですよね。シュート残ってる、
いや今のはよく止めましたね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。AC ミランはコーナーキック2本目。ヘッドだ。おお。ここで丁寧にボールを扱う。これをカットします。スルーパスを出す。クロスが上がる。これはクリア。いけるか。大迫、これは積極的なチェック。一旦間合いを取る。福森、中村、お、これいいですよ。クロスを上げる。インターセプト。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはここまでうまくいってますよね。ただ一つの失点をきっかけに自分たちシュート。いや、追加点。日本、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。得意のカウンターから見事なゴール。素晴らしい流れでしたね。素晴らしいカウンターでしたね。チーム全体で常に狙っていないととっさに連動できないですからね。ボールを奪った瞬間に攻撃のスイッチを一気に入れた感じですよね。大迫、これで今日4ゴールです。さあ、共に選手交代があるようです。さあ、日本3点のリードでリスタート。サイドを使います。ロベルト・カルロス、マッチアップのシーン。シュートもあります。エネスから左へ。どうだ。おっと、もう一度ヘディング。なんと止めた。キーパー好セーブを見せています。あわやというシーンでしたが、キーパーが立ちはだかります。 AC ミランは3本目のコーナーになります。キーパー弾く。いいプレッシャーです。フリーで受けた。決まった。ゴールと思いきや、いや今のはねちょっと遅かったんですけどね、しっかり取られましたね。ミラン仕切り直しです。裏を狙っていきます。抜けてくる。どうだこのシュート。いや決定的でしたよね。体を張った見事なディフェンスでしたよね。遠藤、ジャーメイン、さあ原、いやこれはカウンターのチャンスですね。裏へ届くか。さあジャーメイン、クロスを入れる。アウトまで来た。狙いすましたんですがヘディング決まりません。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。ミラン、カウンターから危ない場面を作られてしまいました。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なのでやはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。うわー、まだる。シュート。いやー、旗が上がっています。オフサイドです。日本落ち着いて時間を使います。インターセプトを狙う。ロナウジーニョ、ロナウジーニョからのパス。ロベルト・カルロスからファーサイド。日本はアワヤというシーン。シュート、こぼれた。コスタクルカ、ここは対応します。裏を狙う。
さあカウンターのチャンスになります。抜けたコスタクルタ、ジルー、ここからですね、空いてますからね、立っていきたいところですよね。このボールをカットします。遠藤、スペースを狙う、裏へのスルーパス、この位置で受ける、ミドルと果敢に狙っていきましたが、ここで長い笛、4対1、日本逆転の試合に決着をつけました。勝利です。